自主版クラブで解体新書お買い上げの皆様、僕らがアイクルです。アイクルです。ケータです。ケータです。レオンです。早く早く、茶番はいいから早く出てきます。はい、はい、はい、それで、はい、何が言いたいか。あれあれあれ、何これ。お、通りすがりのバンドマンです。どんなんいたらやだ。いいね。だってボーカルは喋りすぎだから、こういう時はみんなに任す。あ、たまに、あ、一番ライブで喋んない人がこういう時喋るべきだと思う。はい、はい、はい、行っちゃいな。行っちゃいな。聞きどころ全部言っていい。いや、なんか、じゃあ、こういうところ、ベースのところ、もうベースのところ、いいよ、もう全部。お前の番だから。カメラ目線で。うん。いいよ、はい。いいよ。別に聞きどころはね、この、なんていうんですか、今年はない。行きたい。はい、何、はい、別の聞きどころは、うん、全部か CD の聞きどころをさ、みんなに分かりやすく説明してあげるべきだと思う。 A タイプと B タイプがあるんで、 A タイプがプロモーションビデオ、ビデオ、プロモーションビデオ、PV ですね。 PV が入ってて、 B タイプはブルーレイ、さらに1曲ブルーレイか。TV にブルーレイが入ってる。ブルーレイ入ってて、はい、何がブルーレイって。何がブルーレイなんですか。ブルーレイだね、まあ最先端じゃん。違う、進まない。進まない。なんで、両方ぜひ買ってくれたら、うん、え、買ってたから。そう、あ、だから片方しか買ってないから両方、ね、あ、両方ね。 あ、そう、片方買ってフォルディアって言ってる人は、ダメな人、ダメな大人になる、ダメな大人にならないように。僕も買えます、2種類。もう買った、もう買った。聞いた、家で。じゃあ喋ってない、ケイタ君。はい、ぽよ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 、はい、ぽよ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 。そうだね、どっちかっていうと僕は PV よりも曲が3曲入ってる方が、うん、いやでも PV もいいか。どっちもいいね。どっちもいいです。ぽよぽよ、もちろん。どっちもいいです。どっちもいいぽよ。あ、あ、あ、何もない。あ、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 何か言いたいことがあるそうです。はい、言ってあげて、言ってあげてよ。言ってあげしと、言ってしと。さっきからボーカルだから、だから、ボーカルか。うん、解体新書、アイクルの中身が詰まってる音源になってます。あ、中身が詰まってる音源かつ僕らの将来性が見えるような音源になってると思います。はい、なので、はい、なので、はい、なので、はい、そしてそして、そして、はい、そして、ね、頑張って作った作品たちなんで、さらに、うるさいな。よいしょ。もううるさい。そうです。うるさいよ。どこでしょ。うるさいな。なんで、はい、しっかり聞いてください。お、歌詞カードを見てください。そうです。僕が詩を書きました。そうだね、そういうことだ。 PV もしっかり見てください。そういうことだ。なんか絵描いてなかった。目玉の絵。そうそう、あれは我が輩がすごいね、あれ、うん、エミル画伯のリキサック、リキサック、リキサック描いたんで。そこ以外にもね、いっぱい見どころはあるんで、全部歌詞カードとか CD とか PV とか楽しんでくれたらいいなって思います。うん、そういうこと。まあそんな2008年初の音源をリリースした僕らアイクルなんですけれども、これからも突っ走っていくんで、おお、もう行っちゃう、行っちゃう、よろしくお願いします。よし。え、よし。じゃあほら、じゃああや言ってる最後締めて。いや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 、あのですね、こう今年もバンバンやっていくんで、アイクル皆さんよろしくお願いしますということで、はい、ね、はい、っていう感じで締めさせていただきます。はい、はい、はい、ね、え、そして、そして何、そして、そして、あの、解体新書もね、買ってほしいいい音源なんで、はい、はい、うん、
ことかな。最後に。で今日は何？今日は何の日？今日はアイクル1周年記念の2月22日、1歳0ヶ月っていう、はい、記念すべき日ですね。うん、ということで、まあ、なんだろう、これからバンバンやっていこうかなと思う。地方の方もいろいろ回りたいんで、待っててくれということです。はい。はい、以上です。はい、ありがとうございます。じゃあ、結局最終的に、まあ、はい、そんな感じでアイクルでした。じゃあ行こうか。じゃあ、行きます。じゃあ、行こう、頑張ろう。じゃあ、行こうかな。行こう、よし。いいザ・バズの世界。女子バンクラブで海外新章ご購入の皆様、裏アイクルです。ありがとうございました。